皆さんこんばんは。始まりましたよ。いやー、これ今日緊張するな。どうしたんだろうな。いつもとね、今日はかなり違う雰囲気でお送りしてますけども、これね、今日皆さんかなり見てますね。いつもと違うなっていう感じ、ひしひしとしてますよ、こっち。ということで、今日はですね、OBS ライブ年末スペシャルということで、素晴らしいゲストとともに、このね、年末の1時間半お送りしていきたいと思いますよ。それじゃあ早速素晴らしいゲスト紹介したいと思います。今日来てくださっているゲストは小城雄三&神玉さんです。はい、どうも。いやいやいや、今日は豪華ですよ。静かですね。静かです。はい、こんばんは。こんばんは。もうほら、皆さんもうすごいこう ね、皆さんがかなり待ってましたからね。キャーキャー言ってますか。はいって言ってはい。キャーキャー言ってますからね。ということで、今日はですね、小城雄三さん、そして神玉さんね、毎年年末は OBS ライブはこの生スペシャルということで、このスタジオに神玉さんをお迎えして、いろんな話聞いてるんですけども、今回はもう、素晴らしいメインゲスト、久しぶりですね。もうかなり、OBS ライブ来てもらうの久しぶりだと今年は来ないです。久しぶりです。思うんですけども、小城雄三さんと一緒にやっていきますんでね、最後までもう今日はね、素晴らしいものがいっぱい出てきますから、ぜひ見てもらいたいなと思います。まず簡単にこの番組の紹介をしていきたいと思いますけども、謎のスポンサーもなくやっている、謎の番組 OBS ライブはですね、特集あり、そしてレギュラーコーナーありということでね、いろいろな番組やっております。小城祭り開催ですかって聞かれてますけども、開催ですよ、今日は。開催で今す日はね。もう今年最後の、っていうかね、平成最後の小城祭りは、すごい。すごい。平成最後なんだね。ね、と繰り広げられますんでね、ぜひ最後まで、これ見てる方はこちらまでですね、コメント、もう皆さんもね、どんどんコメントいただいてますけども、お便りコメントをね、どんどんお寄せいただきたいなと思っております。ということで、今日のゲストの小城雄三さんプロフィールを簡単に出してますけど、プロフィールは物理なんですそうなんですよ。プロフィールが暗くなると、これ知らない人はいないと思うんですけども、ね。大丈夫大丈夫。有名ミュージックコンポーザーとしてですね、もう数々の素晴らしい作品をですね、世に送り出している、ね、もう何でしょうね、レジェンド。そんな持つほど もういいかな。 もう生きるレジェンドと言ってもね、過言ではない。今日はね、小城雄三さんにたっぷりと話をね、聞かせてもらおうと思いますからね。51歳に見えない ついこの前誕生日を迎誕生え日ましにたなっかたらばっかね、りです。おめでとうございますということで、一旦ここでですね、 CM に入って、その後いよいよ今回のこの小城雄三スペシャルが始まって、ゲストコーナーということでね、いろんな話この後聞いていきますんでね、一旦、CM いけるかな。
いけるかな、いけそうだな、CM の後にですね、リロチャンネルって謎のコーナー、これ今日初めて見た人は謎のコーナーに感じるかもしれないですけども、そういうのが入るレギュラーコーナーがありますんでね、決してチャンネルを変えないでそのまま見ていていただきたいなと思います。それじゃあ2人とも一緒に Q をカメラに向かって振ってもらおうと思いますよ。それじゃあビデオいきますよ、せーの、 Q。今年は、あれらしいんですよ、何何、いつも神玉スペシャルじゃない、うんうん、そこにスーパーゲストが来るらしい。何誰、古城先生。あら、じゃあもう何、これスタジオに戻ると、うん、はいこんにちはってこうピラミッドパワー、いや、やめて、違う。買ってないでしょ、俺買ったからねアルファレコードの頃からちゃんと買ってたからね、あの赤い感じのジャケットで、その後ろに、うん、あの小塩さんがこうなんかピラミッドパワーのなんかオブジェを持って、うん、こうポーズ決めてるっていう。なんでもうね、俺らも俺こう、うん、発売日に大急ぎで、うん、CD 屋行って買ったら、なんじゃこりゃじゃあその秘密はこの CM 明けにあなたは見るだろう、ピラミッドパワーの真実を。今回はですね、もうサクサクっとどんどん進んでいきますからね、早速この次のコーナー、 OBS ライブ年末スペシャルということで、小城雄三さんと共にお送りするゲストコーナーになります。さあということでね、今日はね、いろんなことをいっぱいやってきますんで、順々にね、この後ろのスクリーンにいろんなものがね出てきますんで、そちらもね注目してもらいたいなと思うんですけども、これね、まあ今回OBS ライブずっと見てる方はあれかもしれないですけども、小城雄三ヒストリーということでですね、まあ、小城くんが昔からゲーム音楽とかいろいろこう作ってきて、まあ、いろんな人に親しまれてきたということを含めてちょっとおさらいをしておこうかなと思ってます、はい、でね、この今後ろに出てるのが小城雄三年表メモというのを作って熱心なファンの方がですね小城雄三年表というのを作ってくれたんですけど、これこの1985年ぐらいからだいたいこうゲーム音楽というか、こう音楽をコンピューターで、これ33年前、33年前、そんな経つんだね。覚えてない。いやいやいや、いやもうそんなになるんだなと思って改めてこう見てみると、そうなんです、うん、でもうそのドルアガをこうコピーしてベーマガにこう掲載されたりとか、そこからこうぐんぐんとこうどんどん世に出てきて、うん、これはただごとではないと。でその頃僕らね、神玉と僕はもう同じサークルでいろいろ一緒に話をしたりしてたんだけども、音楽をこれだけできる人はなかなかいないんじゃないのっていうことでね、僕らの中でもかなりこうすごいっていう頭角を現してきてたんですけども、その後いよいよもってこれが拡大するとですね、まあイースが発売されたりとか、いろんなものが発売されていくんですけども、そんな中でこの、87年の7月ミューコム88誕生っていうのがあるんですけど、うん、これ7月なんですか？まあ多分あれだよね、立ち上げるとそこに多分87年7月とか書いてあったんじゃないかな。ああ、なるほど、そういうこと、うん、多分その自分でそのぐらいの、6月にイースが発売してすぐですね、うんうん、あ、その後に、まあ、ミューコマチャーチっていう音楽の、まあ、ドライバー、うん、ツールを自分で作ったと。でもこれやけに早いよね、1ヶ月でしょ、発売してから。早いですね。だからその前からまあ作ってたんだと思うんだけど。ああ、そういうことなんだ、うん、じゃあ世になんかそれがこう認識されたのがこれぐらいってことなのかな、うんうん、でその時にまあこうズールを自分で作るようになって、ね、さらに
自分好みの音楽をどんどん作って発表していくようになってくると、うん、このあとさらにね1988年にはサウンドボード2対応とかでね、うん、あのザ・スキームとかねいろんなものを対応して作るようになっていくんですけども、うん、これ神玉さっきから静かですけども、はい、その時も神玉はずっとそれをこう見てましたよね。そうですね、まあ、神玉はその前身となるスプリットをずっと作ってきて、まあその音楽ドライバーの草分けとしていろんな人に、うん、はい、まあ軽くおさらいしとくと、うん、それまであのパソコンで PC 8足で音楽を作るためには、うん、あのベーシック使わなきゃいけなかったじゃないですか、うん、でそれが非常に使いづらくて、うん、困り果てていたところに、うん、この彗星のごとく彗星のごとく神玉が現れて、なんかすごいドライバーを引っ提げて現れたんです。引っ提げて、それがスプリットってやつで、うん、でそれを作ってそれがもうめちゃくちゃ使いやすくて、うん、でこれで思い通りの音楽が作れるってなってで作ってできたのがイースなんですよね、うん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 、イースの曲はスプリットで作られてるんです。だからもうスプリットがあってその後ミューコンがあってっていう流れ、これはね前にも FM 音源ドライバーズサミットっていうね前に神玉たちとこう対談した中でもねいろいろ話はしてるんですけども、この85年あたりっていうのがようやくパソコンで標準で、うん、あのそのサウンドが多重の音で鳴るようになってきた、そういう時代。神ちゃん、どうやって FM 音源の鳴らし方を覚えたの？覚えたっていうか、あの FM 音源で鳴るゲームが出たわけですよ。うん、で鳴らしたいという、単純にテグザーとかね。そうそうそう。うん、で最初テグザー見たときに、その最初の初期設定とかベーシックで書かれてて、うん、これは何じゃとか思って。ああ、ね、まだテグザーも実はあんまりこう分からずに作ってたっていうのがその後分かるんですけども。うん、ね、それぐらい当時は作るのが大変っていうか、そのドライバーを作るのが難しいことだったっていうことだと思います、うん、曲を作る環境がなかったの。何もなかったもんね、うんうん、本当にペンペングサ1本入ってペンペングサペンペングサなんだ。そういう状態からなんか、ね、それまではあのビープ音1音を一生懸命こうドレミファンの音を鳴らしているようなクケーハみたいなやつを、ね、そんな時代だったんですよ、うん、そうなんです。そんな中に彗星のごとく現れたのがミューコム88 あ、これあの小城サンタっていう今回新たにあのこれあのリロチャンネルの中でも言ってたんですけども、この赤いねこのピラミッドはどこから来たんですかこれ。いやこれ、いや僕も全然覚えてないんだけど。覚えてないんですか。覚えてないけど、いやあのだからこれアクトレーザーのジャケット撮った時ですね。そうそう、うん、オブジェなんですけど、うん、これ突然渡されてこれ持ってくださいって。だからスタイリストさんが用意してスタイリストさんが用意してた仕込まれて多分なんかコンセプトが裏であったんでしょうけど、うん、自分はもう本当に言われるままにこう多分そうやっただけだと思います。自分が持ってったわけじゃないですよ。だからこれあ小城くんのジャケットの数々はみんなスタイリストさんが、はい、いやだんだんねすごくなってきてるから最初の頃からどんどんエスカレートしていって、うん、アクトレイザーでいよいよここまで来たかっていう感じになってますよね。そうですね。いやこれはね神の力が入ってる。神の力ということで今回、このミューコム88ちょっと今回エミュレーターですけどもね、ここで動いてるのでちょっと動かしてみようかなと思ってますけども、まあ、これはあの結構ね知ってる人もいるかなと思いますし、このミュージックラルフっていう名前でね、うん、あの発売されたりもしていたんで結構親しんでた人もいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、昔のねあの本当昔のハードなんで、うん、全然今の人分かんないと思うんですけども、あの昔のパソコンで動いていた音楽ツールだと思えばいいんですけども、これがまたよしよしよし、こんな感じか。あ、音量があれですね、これスタジオの音量を拾ってくれるのかどうか。厳しいな。これはちょっと厳しいかな。まあ、こんな感じでこう A 文字でいろいろ音楽が書かれてるんですよね。これこう一見してなんだかわからないんですけども、これがこの音楽を生み出す元になってるっていう、
これ慣れるとすごい短く書けるんだけども、うん、最初のとっつきはあんまり良くないっていう、うん、そうね。でもこれ昔はみんなこれで作ってたんですよね、うん、特にパソコン界隈の人はね、そうそうそう、みんな MML でやってました、ね、そうなんです、うん、これがね、僕らもずっとこれはちょっともうね大変なんじゃないのって言ってこうしばらくは忘れてたんですけども、今見るとね結構これはこれでこう短く打ってすぐかけて動かせるんで、うん、これはこれでいいなっていう気がちょっとするんですよね。そうじゃまだファミコンとかそのぐらいの時代だったんで、うんうん、音数もそんなにないんで、うん、この縦25行しかないんだけど、うんうん、それをスクロールさせれば8音とかそこらぐらいだったらまあ作れるっていう、うんうんうん、そうそうそう、そういうのがあるんで、いや僕的にもねこれはなかなかいけるなということで、うん、今回ですね、まあいろいろミューコム88動かしましたけど、こっから先がいよいよ本番です。本番ですね、はい、うん、特報鬼玉放送局これはすごいですよ。これ今回ね大事をオキシゲンさんが書いてくれてますからねこれはかなりこうすごいことが起こりそうだなっていう雰囲気が出ておりますよ。ではいきますよ。じゃじゃん、ミューコム88無料公開おおこの今さっき動かしていたミューコム88っていうツール、小城くんが丹精込めて作っていたツール、これをなんと皆さんに公開しようという、うんうん、ついにそんな機運がおおって言われてますよ。みんな御会長って言われてますから、ね、大変ですよこれ、大変なことになってますよ、ね、このミューコム88なんですけども、今回ですね、オープンミューコムプロジェクトということで、この PC88 上で動くこのディスクイメージ、うん、これをまあドーンと公開して、うん、そこには神玉が昔、まあ、スプリットとアルファドスっていうドスを公開してたんですけども、神玉のアルファドスも入っているということで、うん、まあ、ある意味この2人のこの昔作ったプログラムがドーンとこう皆さんにね、うん、振る舞われるというそのままありのままの、ありのままに当時のままはいということで、これこの後ね公開 URL お知らせしますけども、まだあるんですよこれ、こちらね公開ページちょっと今軽く出してますけども、こちらで即ダウンロードできるだけではなく、なんとサンプルの MML がついている、うんうんうん、このサンプルの MML がですね、なんと小城雄三自ら書いた、当時書いた MML を大公開するという、これはかなり勇気、これかなり思い切ったことを、そうですね、まあもう大丈夫なのかなっていう、いやもういいかなと、もういいかな俺も小城になれるのかって言われてますからねそうですよ、今日はね皆さんでこしってもらいたいということで、こしってもらいたいエンシェントの人もねいっぱいこう宣伝をしてもらえますかね。ベーマガ以来、あ、そうですね。ベーマガ以来、小城くんのこのリストが公開される時が来る。で、この公開されるタイトルなんですけども、ザザン、これだけ公開されます。豪華。ちょっとね、小城くんの頭で見えてないですけども、はい、アクトレイザー、ベアナックル、ベアナックル2、世界中の迷宮、ミスティブルー、スラップファイト、ザ・スキーム、ザ・スーパー忍びと、これ、ちょっとこれいいのって。もちろん全曲じゃないですよ。いやで全曲じゃなくて選ばれた曲だけど、うん、当時なってたのと全く同じことがこれでなってしまうという、はい、これは世界中の迷宮だけは移植したやつですけど、あ、そうですね、うん、まあ、でもサウンドボード2向けに作ったやつが、ね、ほぼ同じ音が鳴ってますので、お、まあ、自分が打ったデータみたいなもんですよね。アクトレイザーもね、これもサウンドボード2で鳴るアクトレーザー、これまたね、うん、貴重ですからね、昔の CD に入ってたあの曲がまさに出てくるっていうことで、はいはい、これじゃあちょっとこの後公開しますよ。ザザン、こちら今すぐダウンロードこちらのサーバー落ちたねこちらのアドレス、いやまだ落ちてないでしょ、おおと言われてますけども、うん、ancient.co.jpスラッシュチルダミューコム88と、しかもこれエンシェントさん、エンシェントさんです、やったぜって言われてます、エンシェントから公開でしたかって言われて来たって言われてますね
そうです、これだけのこう豪華な MML が行ってきます。今皆さん多分ね行っているところですからね。いや、これちなみにどうやったらこれ使えるの？あ、これですね、今回ディスクイメージっていうのを公開していて、PC8801 のエミュレーターがあるとその上で動かすことができるということで、うん、エミュレーターはどこから入手できる？エミュレーターはですね、 PC88 のエミュレーターって検索してもらえると、いろんなのが出てきます、うん、M88 とかですね、いろんなもの出てきますんで、ただこれはBIOS のイメージっていうのが必要になってて、うん、ちょっとそれをね別途手に入れてもらわないと動かせないですけども、うん、まあもともとエミュレーターの環境とかを持ってる方はそちらでいろいろと楽しんでもらえるということになる。でもこれスキルのある方はあれですよね、イメージをフロッピーに焼けば、フロッピーに書き戻せばもう実機に持って行って実機のスピーカーで聞けちゃうんですよね。 Mac にもあるんですか？ Mac にもエミュレーターありますね、88のエミュレーター、うん、大丈夫です。ちゃんとそのほとんどの機種に88を出てますから、 Android 版とかもいろいろ出てますんで、そのエミュレーターと BIOS に関しては皆さん各自で何とかしていただければと思っている。このディスクイメージをマウントする、このディスクイメージで、まあ今回しかもね、ディスクイメージに入ってるのが最新版、まあ最新版っていうか昔の昔作った時点での最新で、ミュージックラルフっていうのはその 1.2 ぐらいちょっと途中バージョンなんですよね。で今回は 1.7 っていうものすごい最新のバージョンで、そのベアナックルとかが鳴るように、ベアナックル2ですね、そう、相当こうチューンナップされている、もう小城雄三スペシャルエディションになっている、すごいミューコムが入ってますんで、はい、その辺のマニュアルも含めて今こちらのアドレスでダウンロードできるということなんで、ぜひともね、今から書き戻しますっていう人がすごいなぜひともね、このこれからクリスマスに向けてね、小城雄三の曲とともに過ごしてもらいたい、はい、楽しい日々を過ごしてもらいたい。そしてちなみに、ミュージラックラルフ作ってた時は 1.5 の段階には入ってる。そうなんだ、うん、あの時は 1.58 のマニュアルを見ながら作ってたんで、うん、あ、そうなんだ。そうそう、いや、ね、バージョンがどれだかもう分かんないな出てくる数字もバッチバチで、まあ、一応1.5 もちなみに入ってます、ダウンロードできますんで、どっちもできます。さあ、さらにあるんですけども、さらにミューコム88はなんとソースコードも全公開ということでおお、なんと当時88で小城くんが自ら打っていたアセンブラのコードがいよいよ白日のものにお恥ずかしながら出てしまう出てしまう、はい、これ皆さん神様とかもね、解析をしてたかもしれないですけども、うん、いよいよ本人のコメント付きでリストが見れるというそうだ、コメント書いてあると神様どうでした、当時のこのアセンブラというかミューコムのソースは。ん、当時神様見てなかった。いや、途中までは見てたんだけど、ええ、どのぐらいかな、まあ、ミスティブルあたりかな、うんうん、あのあたりからはもうバイナリーだけ読んでたんでどうなってるかは分かるんだけどそうそう、バイナリーだけを読む、バイナリーだけを読むって言葉がまずよく分からないんですけどもまあそこが神様たるゆえんなんですけども、そして、今回ねこちらのソースコードも、このあと公開の URL をね、お知らせしますけども、これ皆さんもね、ぜひこの当時の小城雄三の心に触れていただきたいこういう気持ちで作っていたのかっていう、ね、とてもね、心温まるソースコードになっておりますので、さあ、そしてまだまだあるんです今日の、まだあるんです今日の発表は。ここでなんかすごくないですか、もう。もう今日はね、行きますよ、まだまだ行きますよこれ。なんかもうジャパネット高田なんです次から次へと。そうなんです。さあ、今回はですね、さらにミューコム88 Windows 版を公開。このこう新しく公開されたミューコム88のソースコードをもとに Windows 上で動くアプリも開発しました。いや、びっくりした。これがもうできております。できております。はい。でこれがですね、内容がですね、バージョン 1.7 相当で、
ちゃんと元のミューコムにあった音色エディターも完備されていて、しかも実際の外部ハードを使って実際のチップで演奏することもできるというですね、至れり尽くせりの機能がすでに入っている。これはやばいって言われてますね。うん、ね、今回これはすごいです。外部チップがなくても Windows でエミュレーターでも音も出る。うん、そうです、はい。そうなんです。今回はこれはエミュレーターはいらないので、Windows ですぐさま動かすことができます。そして今回これはこれも込みでソースコードが公開されます。このツール込みで全てこの GitHub のサイト、GitHub のサイトで完全な形で共有されますので、皆さんでぜひともですね、こちらのツール、そして、小四郎くんのソースなどをもとに、いろいろなものを開発していこうじゃないかという、これが今回のオープンミューコムの大きな、大きな意義になっておりますので、ぜひともこれね、皆さんも、注目しても、GitHub にものすごく受けてます。PC88 のソースが GitHub に上がってるっていうのがすごいことですからね、これ。なんか、ちょっと Windows 買ってくるって言ってもう Windows 買った方がいいですよ、これ、皆さん。これは。そして、今回のこの MUCOM88 Windows 版、今すぐダウンロードです、これも。これすぐ、今すぐダウンロードしてください。こちらまた別サイトで公開してます。onitaba.tv/MUCOM88。こちら、いや、ね、これ、今回、思い切りましたね、小四郎君ね。ああ、いやいや、これはでもね、Windows に持ってきましょうって言ったのは、うん、ここにいらっしゃる、ああ、三田さんの。いやいやいや、僕は、あとソースがあるから、Windows 上でも動かせるかなっていう話をしてて、いやいや、例えばこのぐらいっていうのをちょっと作ったら、小四郎くんが本気でそれを使い始めてですね、そう、うん、あれっていう間になんかすごい勢いで要望が出てきて、はい、でいろんな人がそこに巻き込まれてですね、で今回のこのアプリに至ったということ で、いやそれぐらいなんかね、今回すごい人たちが集まってなんか進んでたんで、はい、これは良かったな、とこう、うまくいって良かったなっ。これ、だからね、作りながら、いろいろ意見交換ね、皆さんでしながらやってて、うん、で、なんか、ここに来るまでに、新曲をもうすでに5曲ぐらい作っちゃったんですよ。うん、それはまた近々別の形で公開したいと思いますけど。もうすでにこのツールで新曲が作られてるって。いや、だからもうデバッグっていうかね、その、うん、こう機能をチェックしながらこう新曲作っていったっていう、それでこうしてください、あしてくださいそうよね、本気で使いすぎなんですよ、本気でそう大変なことになってますから、もうここ1週間ぐらいずっと MMA 打ってましたすごいということで、今すぐダウンロード皆さんできましたか、このあとちょっとね、小四郎君実際にこれを使っていろいろ演奏してもらおうと思いますんでね、はい、早速ちょっとこのツール、はい、こちらで直に動かしてみたいと思います。あ、ちなみにですね、今回はですね、うん、こちらの前のところですね、ハードが置いてあるんですけども、はい、これ取れるかな、取れないかな、あ、ちょっと待って、これね、刺さないとあれなんです。ちょっとハードの説明を小四郎君から。あ、これ持ち上げればいいんじゃないですか。持ち上がる。あ、そう、そう、うん、なんかその神棚のような、それで引っかかっててですね、ここにありますよ、ね、はい、これが、まあ、実際 の、 そう、ここにヤマハの音源で鳴らすことができる SPFM っていう、そうですね、はい、同人ハードですね、そうですね、これをつなぐともう即そのままこう88と同じ音が、しかもめちゃめちゃクリアな音で、何でしたっけ、DLL の規格なんだっけ、 SCCI っていう規格、 SCCI に対応しているハードだったら、そうですね、でそれ2608が乗っていれば、そうですね、だからリバースとか他のハードでも大丈夫なんで、うん、はい、今回のツールでこちらの、ね、外部ハード、あの SCCI っていう規格で動かせば動かすことができます、うん、ギミックソンみたいな、そうです、ギミックさんもつながります、これ、うん、はい、なんで、まあ、これは家電のけんちゃんかなんか行くと売ってるということらしいので、家電のけんちゃん、はい、皆さん家電のけんちゃんに明日行ってみてくださいそうなんです。じゃあちょっと早速何かこう動かしてみましょうか。そうですね、じゃあ、まあ、なんかあるかな。じゃあね、これでどんなことができるかっていうのを、はいはいはい、
今実際の画面が後ろに出てますんでね。じゃあ例えばですね、まあやっぱりこれ今皆さん総数見ていただいている方いるかもしれないですけど、一番簡単にできることって、音色を使ったりとか、音色を変えたりとかってすごく簡単にできるんですよ、それが一番誰でも多分できることだと思うんですけど、じゃあ例えばですよ、イースの宝箱見つけちゃった曲あるじゃないですか、ジングルが、手に入れた音音色を使って、はい、ファミリーマートの言っちゃった、直に言っちゃった、ね、有名ですから、はい、それでやるとどうなるかっていうのどうなるかっていうのをここにちょっとまあ作ったんですけど、はいはい、じゃあ鳴らしてみましょうか、はいはいはい、これですね。これちゃんと入っています、ね、ここで一応音量変わりますから、もう一回鳴らしてみましょうか、はい、じゃあ放送で流れてれば、あ、聞けてますよ、宝箱開いて、素晴らしい、入ってます入ってますじゃあどんどんいきますよ、どんどんいきましょう、はい、ね、でね、あとこれがなんだっけ、これね、今回いろんなものをなんか小城くん用意してくれてるんですよね、世界中の迷宮の曲をですね、音色を変えてやってみたってやつがあるんですけど、これ何だっけファイル名、S だから、あ、そっか、これよりも先にですねF1 こっちかな、はい、でちょっと鳴らしてみますよ、はいはい、F1、なんだかわかりますかね、すごいなんかあれっぽい感じのおかっこいいって言われてますね、で、これ一回止めますね、はいはい、で、これいい音だ、ね、そう、これね、音色ファンタジーゾーンなんですよ一面の曲の音色がそれをそのまま差しこの世界中の迷宮の曲に差し替えた、うんうんうん、でこういうような遊びができちゃったりするんですよね、ほうほうほう、もう一個世界中からちょっと鳴らしてみましょうか、うん、でこれはやっぱ世界中の曲です、ね、はい、あ、ありますね、うん、これも、ゲームミュージックね、昔から聴いてる詳しい人だったら分かるかもしれないですけど、うん、これ戦場の丘カプコンですね、カプコンですね、はい、どんどんいきます、これいろんな音色を変えて楽しめるっていう、はいはい、で当然ですけど、まあ、ベーマガ世代の皆さんはそうですね、お分かりだと思いますけど、当然コピーもできますで、まあ、ここで勝手に鳴らしちゃっていいものかどうかなあれなんですけど、一応ツイッター上でヒロ師匠から、いいよいいよと言われて、あ、ツイッター上でというよりも本人から、ね、そうですね、全然鳴らしてくれてもいいよって、はい、一応お墨付きをいただいているので、ちょっとだけヒロ師匠の曲を鳴らして、はい、お、素晴らしいですね、ちなみに、これがコピーした曲、小城くんがこの当時のヒロ師匠の曲を、まあ、セガの曲をベーマガにも投稿したやつですけど、ええ、ミューコムでちょっとリベンジしてみました、お、はい、いきます、はい、うおこのドラムがクリソツなんですよね、うん、100円ディスクでも聞きましたけど、そう、あれよりも相当パワーアップして、はい、ビューコムの力を使い振り絞って、そう、元は違いますからね、この音源でね、これ余談なんですけど、ええ、当時私がこれを耳コピしてベーマガに発表して、ええ、その時に作ったベースの音がやっぱあるんですよ、それが、ええ、実はそのイースの草原の曲とかのベースになっているんですけど、はいはい、じゃあそれにこれを差し替えてみたらどうなるだろうというのをちょっとやってみたいと思います、はいはい、でここに
そのベースの番号、ベースの番号を有名な、一部では有名なアットマーク70っていうベースなんですけど、でこれを差し替えて鳴らしてみます、お、渋くなった。なんかね、なんか頑張ってなんかいいサウンドになってる感じ。確かに昔こんな感じの音で掲載されていたっていう。これでもね、当時より完成度高いですよ、ね、はい、すごいですよこれ、はい、どんどん行きます。どん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 行きましょう、はい、で広志師匠の曲、広志師匠の曲、すいません、はい、広志師匠見てたらごめんなさいお許しをいて、あの、まあ、これまんまコピーとかもできるんですけど、ああこれいいですね、はい、うん、これもクリソツですからね、このスペースハリアーのコイン音これリストあります見えちゃった。いやいや、これそっくりだよこれこれじゃあ1曲だけコピーさせていただいたんですけど、はい、え、これもさらに、これ新しくコピーしたんですか。新しくコピーコピーし直しました。これ僕何をしてるんだっていう、このこれも全部テストでいろいろこう、あ、このツールのテストで、これはやばいですよね。まんまだって言われましたね。そう、しかもスペースアリアの中でこの曲を選ぶっていう。いや、これコピーしやすかった。あの、ちょちょいってできる、うんうんうん、はい。いろいろ考えたんですけど、みんな大変で。うんうんうん、はい、はい。じゃあどんどんいきますね、うん、はい。これ前にあれですよね。あ、なんかスプリッター UFO とか。いや、これはね。ハイスプリッターっていうゲームの UFO、うん、ね、こういう効果音的なやつもサクサクって作る、うん、これね、知ってる人は知ってると思うんだけど、そっくりなんですよ、ね、任天堂のハイスプリッターっていうゲームなんですけど、これびっくりなんですよいやいや、これもちゃんとできるっていうのはすごいと思います、はい、で、じゃあこんなとこで、こんなとこで、まあ、ね、それ以外にもね、普通の曲とかもちゃんといろいろ、そうですね、なんか入ってるのがあると、これ上行けば大丈夫、ね、じゃあ例えばベアナックル2、ベアナックル2、これはもうこれそのままになりますね、うん、うん、この複雑な曲が、いや、これはすごいですよ、ご家庭でこの曲が生で聴けるわけですからね。でも半角のこれどうしようかなっていうのはありますよね。あ、これね、ね、昔の見よう。音色がね。音色が。ここは普通に番号で書いていただければですよね。これはもうメガドライブで鳴ってるのと同じ。あの、基本的にはデータってことですよね。データは全く一緒です。すごいですよ、これは。はい、じゃあ。これがね、また、こちらのこう。手足のようにこのミュートを使って水を得た魚のようになってますからね。じゃあどんどん次いきましょう、はい、いや、これはということでですね、まあ皆さんもね、ぜひともこれ、そっち、あの、皆さんのご家庭で楽しんでいただきたい。もう一回ちょっと URL を出しますけども、なんか音色のライブラリーがどうなってるのか知りたいんで。あ、音色のライブラリーはですね、メーカーごとになってるのかとか、あ、ゲームごとに、ゲームごとに、はい、ゲームごとに、あの、小城雄三スペシャル音色がそのまま入っております。だからスキームはとベアナックルはまた違うんですよね。そうなんですよ、うん、で、ちなみにこの音色エディターがですね、ちゃんと完備されててですね、この音色エディターボタンを押すとこんな感じで、これもまたね、この SCCI とかのシステムを作ってるガシさんという方がすごい勢いでこれを完成させて作ってくれましたからね。これもあの、びっくりですよ、こんだけちゃんとしたものができるっていうのは。これで FM 音源のこの波形っていうか、まあ波形じゃなくて、あの、まあパラメータを編集して自分の曲に使えるっていう、この辺もね、すごい、これだけで当時のこう88と同じ気分が味わえるという。いやー、そうですね、すごい、だから今急に冷静になった
さあということで今回のこの小城祭り、まだまだ小城くんね、いろんなことをやっていってもらいたいと思うんですけども、ここで一旦ちょっとレギュラーコーナーに入りたいと思います。この後ですね、なんかギミックは対応してますか？ギミック対応してますんでね、はい、安心です。安心です。SCCI っていう企画に対応してれば大丈夫だと思いますからね。この後まだまだね、いろんな曲聴いていきたいと思いますんで、その前にですね、レギュラーコーナーのちっちゃいの大好きというですね、これまた毎回やっているコーナーやりますんで、楽しみにしてもらいたい。あとは、リロチャンネルもね、この後ありますんで、皆さん見ていってくださいね。それじゃあ一緒にビデオの Q を振ってもらいたいと思いますよ。せーの、 Q。 ところでもういよいよ年末ですよ。いや恐ろしいな、あと 1,2 週間で今年が終わっちゃう。平成最後の年末ですよ。そうですよ、しかも平成最後のコミケが来ちゃいます。平成最後のクリスマスも来ちゃうわ。もう何でもかんでも平成最後だ。そう、平成最後ってつけとけばいいのかってぐらい、ね、てか俺もう絶対今年の流行語平成最後のだと思ったけどの流行語大賞って何だったんだろう。年間大賞。大賞。そうだね。サブ。そうだね。超サブ。いやマジでね、それやめた方がいいよ。今さ、もしも、うん、だよねって言ってたら、うん、これ若い人バッテなんで俺が突然言い出してるか分かんないと思うけど、うん、もうね、うん、うんざりするほどだよねだったからね、あの時。その他トップ10は、うん、e スポーツ、あー、大阪半端ないって大阪半端ないってって、うん、だって元の言葉は、うん、何年か前でしょ、うん、奈良判定、あそう俺ね、奈良判定鬼玉に行ったら、うん、えって言われて、俺も知らない、男山根ですよ、なんか山、ボクシングの偉い人が、うん、なんかこうすごいパワハラで俺の地元の奈良をブイブイ勝たしたりやって言って、なんか引き分けぐらいの時は奈良の勝ちにするっていうのがもう、あなんかこれあれね、他にもなんかちょっと俺知ったんだけれど、うん、あれあれじゃない、毎年やってる国体、そう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 、日本の国体って、国体で開催されてる県が必ず優勝するっていう。マジで？うん。これまた闇ですよ。うん、年末にこんな闇が。だから静岡だったら静岡が、栃木だったら栃木がっていう感じで、もう開催県が必ず優勝する。それ何？シードってこと？それともなんかこう点数に下駄がもらえるのかな？なんか不思議らしいよ。ほら、ホームが有利ってほら、なんかなんとか判定ってあるじゃない。それが並んでですよそれよきっと。せんちゃんのちっちゃいの大好き、あ皆様やってまいりましたよ、今日のこのコーナーが。はい。でですね、今日はちっちゃいものがあるんですけれど、正直まだ使い方がいまいちわかんない。ということで、今日のちっちゃいものは何かな？ DJI オズモポケットは、これなんかちっちゃい。ちっちゃい。これなんかよくツイートで回ってますけど、はい、何なんですか？はい、これはですね、うん、ジンバルがついたカメラで、まあ何て言うんですかね、バッテリーを持ってきます、ここ、うん、ここのカメラがこのジンバルでこういくら動いても、うん、なんかこう揺れない、ああ
水平を保ったりして。なるほどなるほど。こんな感じで、あ、じゃあこれ持って走っても、そうですそうです、そうです、もうずっと固定カメラみたいな、はい、そうなんです、滑らかに、滑らかに、しかもこの大きさに、この裏側見てください、ちょっと今透けちゃってますけれど、うん、ここね液晶がちゃんとついてるんですよね。あ、そうか、これ後ろのブルーバッグが入ってるから、うん、こうちょっとね難しいね、難しいですね、 ここにね液晶のモニターもちっちゃいのがついてて、うん、ちっちゃいもの大好きな、うん、一応センちゃんとしてはめっちゃこのね小ささが最高。いやすごいなこれ。でほらこう、あ、本当だ本当だ、見てください、あ、これね、液晶ね、うん、はいはい、こんな感じですげえ、こう水平を保とうとしてくれるんですよね、抜けちゃう、あ、そう、あ、液晶の、あ、はい、でこれはこのですね、まあ、この本体だけでもその録画が、映像の中録画ができるんですけれど、この iPhone ちゃん、これを出してきて、このここね、この iPhone の、 このライトニング端子でこうカチャッとつなげると、このようにモニターになる、モニターになって出てくれるんですね。ちょっとこれ後ろのブルーバッグを外した方がいいかもしれないですね、うん、はい、こんな感じで、うん、でしかもですね、これすごいいいのは、例えば後ろを映っていや、この際いや、いいじゃない、何か映ってないと、これこうやってなんかこう四角で囲うとちょっと見えますかね、この人を追尾しますっていうことで、例えばこうカメラをこう動かしても、常に後ろさんを中心としてこのカメラがこう向いていくんです、こういう感じ、そうそう、どれしてもその認識したものを対象にセンターに持ってした人をもうとか、あと形とかを対象にそれをなんか通随する機能がついてるので、まあこう走って一緒にこう並走して走っててもちゃんとこうフレームアウトしないで撮れちゃうと。すごいですね。これでどのぐらいするんですか。これですね、5万円ぐらい。でもそんなこんなハイテク満載で、そうです、ね、5万円なんですね。はい、しかもなんか映像綺麗そうですよね。はい、4K まで撮れます。うわーすごい。はい、なかなかいい利用しますで、ここにマイクロ SD メモリーカードが入っていて、なるほど、それでもういくらでも撮れちゃうという、うん、欲しい、これ欲しいな。これでこうね、なんかこう一緒に、例えばお子さんの一緒に走って撮れば、うん、綺麗にこうなんか映画みたいな感じで通じして撮ってくる。なるほど。スポーツやってるとね、はい、あのスキーとかで並走してても全然揺れずに撮れる、うん、素晴らしい。あと例えばこれを置いといて、あのタイムラプスも撮れるんですよ、ね、ここあのこうインターバルで、うん、そのなんかこう10秒に1回ずつとか、うん、あのシャッター切るみたいな、そうするとこうあの空に太陽が昇って沈むところまで撮れるとか、うん、そういったことも簡単にできる。素晴らしい。はい、うん、ということでこの DJI の、オズモポケット、久々にちっちゃいものです、うん、でこれのこうね、あの星をちょっとあの評価をつけていただきたいんですけれど、うん、星3つまでで、3つまで、はい、3に決まってる、3で決まりました。わーい、ありがとうございます。はい、ということで DJI のこのね、ポケット、これ発売日に届いていたんですけれど、今日まで開けてませんでした。おお、もったいない。なので放送前にさっき一生懸命こうあのアプリダウンロードして、うん、これ使うほどこれでいいのかな、わかんないな、ちょっと YouTube 見てくるか、よその方が使ってるのを見て、うんうんうん、わかった、よし、うん、ということで本番に挑んでおります。ということで、今日は星3ついただいてありがとうございました。はい、でこのまま次のせんちゃんのプレゼンターのコーナーでーす、はい、で今日はですね、大変ですよ皆さん、もうあのね、ミューコムが皆さんに一足早いクリスマスプレゼントとして送られましたけれどさらにプレゼントがあるんです。そのプレゼントはバーン、あれ抜けちゃった、抜けちゃう。この枚数ちょっと見てください。ワンガンミッドナイト、はい、もうこれもね、もう超名曲揃いで、もうアゲアゲですよ。これね、あの車でドライビング中に聞くとちょっとやばい
はい、なんか気持ちがこう乗っかってきて、もうどん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 こうねアクセルを入れてしまいそうななっちゃうと。これもう本当にねめっちゃ曲いいんで皆さん聴いてください。でミスティブルーですよ、覚えてますか、あのタイトル、あのゲームを。いや、これはやはりこっちを出さないと。あ、なんかでもあんま変わってない印象変わってない。ただなんかこうあの髪型とかこのファッションが、いやさすがに、さすがに、でもこれこってこてに化粧してるからね、今すっぴんじゃないですか。ちょっとハンデあるけど、いやハンデあるけど、なんかこうねこの若さの秘訣ってどこにあるのか聞きたい。ということでこのミスティブルー、はい、そして五代雄三アーリーコレクション、これまた懐かしい。これもね、この辺も今こう欲しくても買えないですよ。うん、これは買えないよね。これは多分なかなかない。そうですよ。もう超ねプレミアですよ。これ皆さん決して当たったからといって持ってっちゃダメですよ。あのお店に。あのお店に。ということでさらにまだあるんですよ。はい。高橋名人の冒険島、これもレアだ。大冒険島かな、大冒険島ですね、うん、これもね曲いいんですよね。もうこれはすごい懐かしいですね、うん、はい。でさらに日本品になってる、さらにさらにまだあるんですよ。もう皆さんしかも2枚ずつあるからもうびっくりですよね。はい、ババーン、ベアナックル2、うん、これ海外版、海外版です。そう、これ海外版、うん、日本では売ってないやつ。大変ですよこれ。皆さん欲しくても欲しくてもちょっとやそっとや手に入りませんからね、うん、そう。ちなみに今日出した CD のうち湾岸を除いて他は全部もう手に入らないというか売ってないやつ、絶版ですからね、うん、もうその本物が今あなたの私のスタジオの倉庫にある分から持ってきただけなんで、これは、ね、まあもし応募して外れたとしてもこれは買えますから皆さん買ってください。買ってください。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということでこれらのこの豪華 CD に直筆のサインをいただいて、はい、でさらに、プレゼントしたんですけど、どれからいきましょうか。まずとりあえず書いてもらって、これ今空いてますからね。これにじゃあちょっとこれどこにつけましょうかね。あ、じゃあ、はい、これ周り黒いので、はい、全部ここに、はい、ここに書きましょうか。はい、ここに、はい、はい、縦に書きます。見えますかね。あれ切り替わった？うん、変わってますか。ここ今書いていただきましたよ。はい、映ってない。映ってない。映ってる？うん、大丈夫大丈夫。映ってる。うん、ということで、もうその場で今書いた例もね書きたてほやほやでございます。はい。ということで、他の CD にもですねそれぞれ、パーフェクトな位置に最後入れていただいて、はい、皆さんにお送りしたいと思います。そしてこの素敵なプレゼントの。あれこれですよね。はい、宛先、あの送り先、応募先なんですけどこちらです。鬼玉 .tv/pr/ こちらの方にアクセスをして、CD 送れと。これ CD の指定はどうしましょうか。指定も一応希望も、まあ一応希望も書いておいてもらって、はいはい、希望する CD も一応書いてください。希望じゃなくなるかもしれない。希望じゃなくなるかもしれない、はい。うん、じゃあこうしましょう。希望がある人は希望を、ない人は CD を送れと。はい、それだけ書いてください。そうすれば多分抽選率が上がるかは分かりません。なぜならばこれ鬼玉が自作の HSP で作ったランダム抽選システムでいつもやってます。これね本当にやってるんです。僕いつもこんなめんどくさいことやらずに適当でいいんじゃんと思うんですけれど、ちゃんと公正に公平にやってますんで皆さんご安心ください。ということで、もう一度おさらいしますね。はい、マンガミッドナイト6、こちらの CD と、次は、ミスティブルーの CD、 そして、はい、五代雄三アーリーコレクション、そして、高橋名人の大冒険島、そして最後に、
海外版のベアナックル2のサントラということで、もうこれはねどれが当たっても超絶レアそしてお宝 CD ですということで、これもぜひねバシバシ応募してほしいなと思いますということで、小塩先生からも何か一言お願いいたします、はい、皆さんどしどし応募してください応募してくださいはい、ということで、プレゼンター選者のコーナー終わりです。で次のコーナーなんですけれど、次は何かな、何かここで読む、はい、小さいものが終わって CM が入るそうです。ということで CM の後はまたトークコーナーに戻りますので楽しみにしていてください。それでは皆さんで一緒に Q 行きましょう、はい、ビデオどうぞ。何年かぶりに、何年かぶりにベーマガが発売されたそうです。え、ベーマガが付録らしいけどね。何の、電子工作マガジンっていうのが発売されたんだって。ほほ、なんかこう久々、うん、その本自体は俺も全くわからない、うんうん、ただその本が出て、その本の付録としてベーマガ再、いや復活のベーマガがそれの付録で入ってる、うん、いやでも正しいんじゃない、だってあれもともと月刊マイコンかなんかの、ほんまやだったじゃない、なんか確かにね、うん、うわ何十年も経って全く同じスタイルで帰ってきたもん、うん、ねえいや初心忘れるべからずとはよく言ったもので、忘れるべからずですよ。でもね、うん、問題は、問題はそれを買える本屋さんがあんまないんだよね。まあもともとね、なんかその本のタイトル聞いただけでもちょっとニッチそうな気がするんですね。普通の本屋さん、今頑張って残ってる本屋さんが電子工作マガジン、うん、入れとこう、キュッて発注しないと思う。入れないね。買えるとしたらやっぱ、うんうん、バナナか、うん、違う秋葉原か、あの電波新聞社お膝元の五反田か、うんうん、アマゾンか、うんうん、三択ですよ、うん、みんなどこで買うか、どこで買うか、売り切れ、売り切れ、マジで、じゃあ二択だ、五反田に集合、レッツ五反田、五反田で。はい、ということでまた戻ってきましたよ。こちらのスタジオでは小城雄三さんとともに、再びこの素晴らしい MML の世界に羽ばたいていきたいなと思います。ちなみにさっき僕 CM 入る前に、ギミックの対応が OK って言っちゃったんですけど、まだ対応されてなかったみたいですね、うん、SCCI でもなんかこの後対応する的な話が出てます、出てますね、はい、なので近い将来されるかもしれないということで、はい、ちょっと期待して待っていてもらいたいなというふうに思います。ということで、ここから先はですね、引き続きこの小城雄三さんとともにお送りするゲストコーナーです。先ほどね、公開しましたこちらの、あ、これじゃねえ、ミューコム88 Windows 版、こちらの鬼玉 .tv/ミューコム88 で、ダウンロードできますので、皆さんもぜひちょっとね一緒にこれ見ながらダウンロードしてもらいたいなと思うんですけども、ここから先はですね、小城雄三の俺が MML だコーナー今回この小城さんとはすごい出ずっぱりなんですけどもこのコーナーではですね、小城雄三さんにこの MML を使って実際に何かこの場で、サンプル的なものを作ってもらおうという素晴らしいコーナーなんですけども、うん、あ、これが映ってないかな、あ、うん、フォーカスされてない、いやー、これはかなり画期的ですよ。そう、なんかね、こうお題をもらって、で
曲を作ってみても面白いかなと思ったんですけど、これ小四郎君がこの場で曲を作るっていうのはもうすごいことですからね、大先生が。ただちょっとテンプレはさすがに用意して、あの音色とかね、ああなるほど、設定しとかないと、ええ、あのそこに時間を食ってしまってあれなので、今簡単なテンプレートを用意してて、こういう、はいはいはい、ちょっと待ってください。ん？鳴ってる？ほら急に鳴らなくなったぞ。ここにあのピカピカしてない。あれ、ちょっと待って、ね、事故いや入ってるね、うん、一回落としてみる。一回落としてみる。音が出た。いやこれ本体から出た。そうそう、チップの方から音が出ないと、うん、これもう一回なんか読み込んでみましょう。うん、鳴ってない感じ。これ多分ね、接続が切れちゃって、こことの接続が切れちゃってるかもしれない。これ何？コンフィグ、あの光ってない。コンフィグ、あ、いや、あの抜き差し、抜き差し、抜き差しすればいい。さあ、いろいろなトラブルが起こっております。多分 HDI だからすぐ、あ、来たかな。これで一回あのコンフィグに行って、うん、はいはい、であの設定されてるかを確認してください。あの皆さんも同じようにやってくださいね。セットアップで、セットアップで、あ、は、入ってますね。これでいけるはずなんだ。あ、光ってます。さっきこれ光ってなかった。ああ、そうなんだ。じゃあ通信が切れたっていう。切れたかもしれない。あ、これそうそう、これブチブチって音が聞こえないと、うん、これで多分なるんじゃないかな。お、来た。このまさにちょっと往年の小四郎くんの曲の感じ。このドラムがまたね、特徴的ですよね。で、あのこれを過激っぽい。過激っぽい。あれだ。あれだって。王道って言われてますね。で、ですね、これで何かお題をもらって、あ、じゃあこれ見てる人に何かお題を振ってもらって、何かの曲っていうと引っかかっちゃうかもしれないから、そうね。なんかドレミとかなんか適当に。まあ、なんかなイメージ的なもの、そうなんかこの今の季節感とかそういう感じの、あ、笑点のテーマとかね、そうやれればいいんですけど、ええ、やっぱりこうあのジャスラックさん管理されてる非常にまずい可能性があるので、うん、あの忘年会っていうテーマが来ましたけど、忘年会、温度っぽく、うん、冬っぽく、おお、そうきたか。大工ね、年末大工ですからね。スーパーっぽい。うん、USA! USA! USA! USA は半券ものですからね、うん。クリスマスっていうあれが来てますね。あー、ソーサリアンの戦闘曲を。春の海。ポイントをニュースタート。いや、ちょっとそれ、物語が大変かな、うん。じゃあ戦闘曲行こうか。戦闘曲。あ、そういうイメージ。本当はランダムに音符もらった方が。消臭剤ってなんだ。あの、仕込みがないっていうのをこうなんか証明できてよかったんだけど、なんか皆さんこうね、外部のテイメージだけはボン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 、もうみんなでも勝手に打ち始めてますからね、これ大喜利みたいになっちゃう。 NHK 教育昔の高志郎君の曲じゃねえか。じゃあどうしよう。でもクリスマスとかね、そういうこうイメージ的なところはいいと思うんですけどね、うん、じゃあこれ高速マガジンの11月号でいいですかって。冬号、多分11月でいいのかな。雪が降るイメージ。11月でいいと思う。ファミミで始まる。ああ、ファミミで始まるね。じゃあ、ファミミで始めようか。ファミミでそうなの。そういうもんなの。じゃあ、D マイナーでって。D マイナーで。D マイナーでファミミ。じゃあ。ファミミで始めるわけね。今ね、ここで実際に MML が撃たれてますから、直に。あ、まだ映ってるよね、後ろに。映ってます、後ろに。うん、それ以上長く書くと頭で隠れますけども。ああ、じゃあこういう感じで、すいません、ちょっとキーボードが慣れてない。あ、ごめんなさい。え、なんでこれ？音が違うの？え、違うの？うん、レで鳴ってくれない。え？でも B ですよ、これ。いいのか。B。
あれ？あ、こっちから、あのすいません、あのスタジオのスピーカーが小さくてですね、音とかよく聞こえないんで。あ、なるほどなるほど。お、じゃあ上げましょうか。ああ、はいはい。だらららららら。いつもこういう環境で小城くんが音を聞きながら作業しているっていう、まあ、この定番だけど、あ、ちょっと簡略出荷しますね。なんかもう直にもう頭で隠れて後ろのところに入っちゃいましたけど、こうやってやる、これでも調節できたんじゃないかな。あ、これリターンを押す癖がついちゃってるんですか。すいません。ああ。あ、ずれたずれた。これ、あ、そうそう、4分じゃないか。これこれ。おお、このベースの感じといいね。これ。あ、そっか。タラララか。タラララ。うん。で、もうちょっと上にあるとみんなが見えるんですけど。ああ、なるほど。どうしたらいいだろう。これ上にヒュッと。そう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 。これで次の小説に入りましたね、これ。自分で分からなくなっちゃった。これ生放送でこう MML 打ちながら放送っていうのはなかなかないですからね、うん、相当チャレンジ、うん、ニコニコ追い出された。そんなに人いっぱいいるの大丈夫今日すごいねすごいね、400人以上来てるもんね。ってこんな感じで、あ、ドラムがドラムが切れました。あ、なんか音いっぱいボロボロ間違えてるいやいや、別にそんな慌てなくていいですよ、別にこれねこれ3分クッキングじゃないですから。だだだだだ、折ってるよな、これ。おで、これでなんか最後に、うん、例えば「タツツタツツタツツタツ」。ああ、なるほどなるほど。これ即興でこのクオリティっていうものこれ、いや、自宅だともっと早いですよ今この場だからちょっと、しかもキーボードが違いますから、ね、そうそうそう、これで「タツツ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 」タツツ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 タンでね。でこれね、すごい固唾を飲んで見守ってる、うん、キーボードですかね、これもう打ってるのがね。しかも別に音をあれですかね、こう確認せずにもう直でこう、あのフレッシュの方のコメントもちゃんと見れてますんで。あ、これ、LFO をちょっとかけてみましょうね。で、どんぐらいがいいかな。ちょっと外れたらごめんなさい。PSG パートが欲しい。贅沢なことに。おー、うん、これあれですね。あの感じですね。この、2ですね。2っぽいですよね。2、うん、某2っぽいですけど、うん、これ、周期が遅いんで、で、PSG パート欲しい。あ、すごい、なんか答えてくれるの。すごい簡単に、PSG パート、あ、もうちゃんと作られてる。こんな感じでいけるかな。ちょっと再テストしますね。エラーですね。カッコが多すぎます。あ、カッコ閉じてない。これだ。あ、4と打ったのがこの矢印になっちゃった。うん、なってるけどボリュームがない。あ、なってるなってる。でれらら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 ら。あ、そっかそっか。これが多いんだな、回数。あ、なってるなってる。よし、これです。うんうん。これで2回繰り返して。ね。おー素晴らしい、これこれが今ね、
この場でできてますからね。リアル一応ね、お題レミファラで始まって、うんうん、Dマイナーでっていうお題もらって、皆さんすごいもうね、これが仕込みじゃないですか。すげえって言われて、OBS のテーマでって言われてますね。いやいや、それではテーマもうちょっとちゃんと。いやでも、ね、この MML はちょっとこの後皆さんちょっと公開して、皆さんここでも聞けるようにちょっとしておこうかなと思うんで。はいはい、そうですね、はい。じゃあセーブしときますね。あ、しときましょう、しときましょう。はい、ロールですね。いやー素晴らしい。いや、ということで、このね、この限られたこの環境で直に今やってもらいましたけども、はい、これがまさにこう体に染みついた MML のこう、なんでしょうね、もう、うん、骨の中までこう染みついている。ちょっと最近ね、打ってたから割とすぐ入れましたけど、うん、サンプル追加でお願いします、うん、神様最高って言われてますね。リリア登場って言われてますけどね。リリアこれで登場しちゃダメなんですけども、ということで、今日はね、あの小城雄三さんに素晴らしい曲作ってもらいました。どうもありがとうございました。ということで、ここでまた、神様何も言ってないけど大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。大丈夫です。堪能したよ。堪能したよ。神様観客か。ここでまたですね、レギュラーコーナーに入るんですけども、ありますよ。今回もレギュラーコーナーの基盤大好きをこの後見てもらおうと思うんですけど、今回基盤大好きはですね、新シリーズ、うん、ペンシルバニア州シリーズが始まりますので、今回から、今回なんとですね、電子タバコのお店が出てくるというですね、珍しい展開になってますので、ぜひとも、ビデオを見てもらいたいと思います。それじゃあ、Q 振ってもらいたいと思いますよ。せーの、Q。皆さんこんにちは。さあ、僕は今日はですね、ペンシルバニア州のシャロンというところに来てるんですけども、このねベイパーシティっていう名前のお店なんですけど、一見すると電子タバコのお店なんですけども、実は中でゲームを取り扱ってるという非常にレアなお店があると聞いたんで、早速ね中どんな風になってるのか見ていきたいと思いますよ。それじゃあ行ってみましょう。ここもう一見電子タバコ屋さんかなと思いきや、奥行くとコンシューマーのゲームソフトを売っている。ここすごいのは家庭用のゲーム機も、あとビデオのソフトとか映画とかも楽しめて、奥ではピンボールも遊べるっていう。だけど一見して外から見ると電子タバコのお店っていうところがクールですね。一番奥に来るといよいよもってこのピンボールアーケードが現れるという。ここねすごい珍しいゲームと新しいゲームが結構充実してて、かなり店主いいもの集めてるなっていう気がしますよ。これなんか X-Men のリミテッドエディションだからね、一番高いやつだから相当これ気合が入ってるんじゃないかなと思う。そうかと思えば昔のこの往年の名作、これ電源を入れると遊べるという夢のこうオンデマンドシステムですからね。この昔の80年代の名作ローラーゲームスもちゃんとこうレストアされていい状態で遊べるっていう、これはすごいですよ。でここにある台、これがですねスプーキーピンボールっていうメーカーの、まあ、最近出てきた新興メーカーですけども、そこの出しているアリス・クーパーのナイトメアキャッスルっていう、これかなりねジオラマとか撮ってて音楽もねすごいいい感じですよ。これ最近の新興メーカーの中ではなかなかよくできた台なんじゃないかなと思います。やっぱこういう新世代のねゲームがこうやっていろいろ遊べるっていうのはすごいことじゃないかなと思いますよ。だって新しいデッドプールも入ってるし、あとこのダイアルドインとかジャージジャックのね結構人気台が入ってるんで、これはここだって全然ここ周り街中なんでもない街ですからね、そこにこういうところが現れるあたりがペンシルバニアを恐るべしと言ってもいいんじゃないですかね。
この2台ね、結構懐かしい目の古めの台ですよ。バリーのエルバイラとマウシンアラウンド。エルバイラはもう大人気のエルバイラさんが出てくる、アメリカでいうとこの萌えキャラです。可愛らしいエルバイラさんが大暴れっていうですね。この隣にある台はマウシンアラウンドっていう、これはネズミが大暴れっていう。これたまにね、こういうなんかカートゥーン風のゲーム出してくるんですけど、これどういう人向けなのかさっぱりわからないっていう。でもこれね、すごいピカピカにレストアされてて、これ相当気合が入ってんじゃないのっていう気がしますね。これ P3 っていうなんか謎のシリーズを毎回出しているメーカーあるんですけど、これね、ここ下が全部ブラウン管、ブラウン管じゃない、この液晶モニターが入ってて、液晶モニターの上でピンボールをやるっていう。でこの 上面だけね、ちょっとだけ仕掛け取り替えて別な機種にできるっていうのがこれ売りなんですけど、これすごいね、一切この下側には仕掛けを作らないっていう。割り切ったスタイルのゲーム、これもちゃんとね遊べるって。あ、アメリカンピンボール、これも最近出てきてるメーカーですけど、この辺もちゃんと置いてあるし、ここいいんじゃないの。ここ結構ね、古い機種から全部コンシューマーのゲーム揃ってますよ。この辺ジェネシスでしょ、ジェネシスの結構いいゲーム、ほら天元のパックマンいろいろ揃ってますもん。他にもね、あのインテレビジョンのソフトとか、すごいな。でも40ドルもするよこれ。なんか楽しそうにやってるじゃない。ゲームおもろいね。本当に楽しんでるこの人。よいしょよいしょ。頑張ってやらないとな。いや、それガチャを頑張ってやらないとじゃないの。まあでもこのゲームね、割と俺に合ってるんだよね、ペースが。あ、比較的ゆっくり、たまにこう入ってやるぐらいでもなんとかついていける。いや、毎日入ってますよ。え、じゃあ年末はコミケが来ますよ、うん、ついに来ちゃいますか。ついに来ちゃいますよ。いや、平成最後のコミケ3日開催、最後なのじゃ。来年から4日開催、スペシャルだわ。今年なんか寒いみたいなのよね、うん、え、マジで、うん、さっきねテレビで天気予報のところで、うん、なんか29日まで出てたんですけれど、うんうん、29日は最高気温が10度、いやー怖っ、最低気温がマイナス1度って、ちょっとやばくない、徹夜組倒れちゃない、これはやばい、激ヤバですよ、うん、だって0度以下ってことは水が凍るわけじゃん。イエスイエス、もう前もってこう徹夜組反対とかって言ってる人がテロってことで水をチャーってまくとそうすると徹夜組がスペンガン、い
や、そうじゃなくても雨が降るかもしれないじゃないですか。もうそうしたら天罰ですよ、ね、天罰によってツルッカン。いや、でもうかつなこと言うと、うん、危険分子としてなんかおいたまが落とされたらどうしよう。あの、そんなアイデアもありますってぐらいで ね、まあ、ファンのたわごとです。オニオンソフトは中立です。現状の準備会に賛同いたします。イエスイエス。ものすごい長いものに巻かれる組で、それではそんな感じで来年も長いものに巻かれていきましょう。さようなら。さようなら。良いお年を。良いお年を。はい、ということで見てもらいました、基盤大好き、今回から新シリーズなんでね、またどんどんやっていくんで皆さん、期待して見ていてください。ということで、今さっき最新情報によるとですね、SCCI がギミック対応、仮対応が終わったということらしくてですね、早い、早すぎる、暫定対応ということらしいですけども、この生放送中にもアップデートが続いているという、このすごい状況なんですけども。でも開発自体もね、こんな感じでね、進んできましたよね、もう日進月歩というか、もうすごいですよ、これ。恐ろしい速さですよ。ということで、この番組も今もうどんどん押してますけども、まだまだコーナーが実はあるんです。この後ろに出ています、小城雄三秘蔵 VTR コーナー。これはすごいですよ。今回見た人これラッキーですよ。今回はですね、小城雄三青年が出てくるビデオということで、これ、ね、OBS ではですね、非常にこう昔のビデオ頃からビデオをいっぱい撮ってるものがいっぱいあるんですけども、その中でこれ今回発掘したのは、マジャベンチャーの絵描いてる直くんが発掘したやつですけど、昔のアミューズメントマシンショー、うん、アーケードゲームのねショーに僕らがなぜか紛れ込んでこう新作のゲームを見に行ってるところがあるんですけど、そのビデオ撮ってて、そこに小城くんがやってきて、すごい勢いでゲームをやってるというですね。覚えてます？覚えてないです。これがですね、今回、1986年の映務ショーなんで、これからですね、それ流しますけども、これ我々の声もこのまま流したまんまでいきますんで、まあ、これ見ながらいろいろコメントをもらいながらこう進めていければなと思いますよ。ということで、これが86年のエームショーの映像ということで、時代感じますね。わ、なんかすごいですよ。髪型とかも皆さん。もうかなり当時の。そう。これはね、ナムコの物資です。これね、バボットっていうなんか、風船を使った、なんかね、ロボットみたいなの当時ナムコすごい推し進めてたんですけど、それ貴重ですよ、これが出てくるシーンも。なかなか今残ってない。で、これね、源平糖までがこの年出た。今、源平のビデオ、プロモ？そうです。今の出てたのはプロモビデオ。この会場だけのね、かなりレアなプロモビデオですよね。で、これセガブース。この年になんとアウトランが登場して今いるんですよね。このお姉さんもちょっと時代を感じさせる、なかなか。場所？これなかなかね、初めてこのアウトランがこの時出て、かなりの衝撃をみんな、すごいな、これは、うん、音楽もすごいですし、この当時の雰囲気がこれすごいなっていう、なんか俺これ言ってましたよ、ね、そうそう、みんな言ってたと思うんですよ、うん、この時ね、相当いっぱいいろいろ出て、新作出てたんで、これワールドビンゴっていうメダルゲームですよね、めっちゃすごい。これセガのこれもね、これ FM 音源が。でもこの、なんていうんですか、みんなでワイワイやる系の雰囲気ってあんま変わってないですよね、今のね。確かにね。これね、もう本当この頃、こう、アミューズメントマシンショー、すごい盛り上がってる。これからゲームセンター行くぞっていう、これコナミブースですよ。これルマン。これルマンですね、ウェックルマンですね。ルマンですね。なんかこれとアウトランが同時に出てたって結構すごいですよ。すごい、うん、それより見まなコンパニオンのお姉さんの髪型の方に見ます。時代を感じる、時代を感じる、時代を感じるっていう。でこれね、ロックオンっていうゲーム、これ辰巳が出してた
これ貴重ですよね。なかなかこう出回らなかった。でもこれすごい頑張ってる、いいゲーム、うん、技術力があると思いますよ、ね、で、この今をときめく日物とかね、いろんなメーカーがこの頃いっぱい出してるんで、この当時の映像結構懐かしい、めっちゃ貴重ですよね、これ、ね、貴重だと思いますよ。この雰囲気自体がね、やっぱそうそう、うん、こういうの見れないですよね。見れない見れない。これね、 UFO ロボダンガーっていう日物のものすごいゲームです。これジャレコブースですよね。これバルトリックっていうゲームです。あこれなかなかね、いいゲーム。これのアンケート会場。そうそう。こう、業界全体がやるぞって、こう、なんかすごい、こう、希望に満ち溢れてる感じがあってね、すごくいい。すごくいいですね。バルトリックの音いいんですよね、この音。で、そろそろ、ここにね、いる人、この服着てる人、なんかどっかで見たことがある感じ。あ、この人、腰の青年。でこれダライアス、この時ダライアスも出てるんですね。すごいすごいです。でここで腰の青年ダライアスに挑戦ですよ。もう本気プレイですよ、ダライアス。ダライアスこれすごく並んでたよね。うん、まさにこうこの時初めてダライアスに触れたと思うんですけど、覚えてないみたいな。それよりもなんかこうめっちゃ細いなって。いやいやいや、みんな細いですからね。もういやちょっと身長多分同じぐらいなんですよ。あ、そうなんだ、うん、で今こう昔の自分を見るというのはちょっと不思議な、うん、これタイトルブースですよね、うん、これ危機開花ですね。あ、うん、これもねまだショーバージョンの特別バージョンが出てた頃。すごいなぁ。というね、これは貴重。で、これはですね、おまけで入ってますけど、スペースハリアー。うん、これ1985年にスペースハリアーが初めて出た時の映像です。ああ、貴重だね、これ。今とね、筐体が違うんです。っていうか、時期が。そう、で、時期も人じゃないです。人が筒は抱えてない。時期が戦闘機を。そうそうそう。最初これだったんです。最初これだったんです。覚えてた、覚えてた。だからね、輸入された時の。そうそうそう。戦闘機のコピーとか。そうそうそう。これが正真正銘最初のハリアーっていう、ね、この映像残ってるのね、かなり貴重だと思う。よくビデオ撮らせてくれたねってあったけど、うん、そういう時代だったんだ、ね、そう、うちらもう何でも全然 OK だって、ね、もう関係なしに撮ってたから、うん、この辺のビデオが、ね、まだいろいろあるんで、今後ちょっとねどっかでまた出していきたいなっていうふうに思ってますんで、すごい。ということでね、見てもらいました、うん、今回はかなりですね貴重な、ね、映像が見れたと思うんですけども、うん、当時のことは全然覚えてないですか、小城君。これは覚えてないな。でもやっぱりゲーム音楽とかはこの頃ものすごい聴いてて、うん、いろんな曲をやっぱり聴き込んでたと、うん、そう、もうだって完全にもうハリアーとか、ね、ダライアスとか、そうそうそう、うん、アウトランとかも、ね、好きで、アウトランが出てた頃だからもうベーマガで連載やってた頃。ああそうなんだ、うん、うんうんうん、だからこの時はね相当話題作がいっぱい出てたと思うんですけども、うん、ただ当時のことは全く覚えていないというですね、これが小城くんのすごいところなんですけどもいやー、ということで、まあ、この頃からやっぱゲームが好きで、うん、いろいろな音楽を作ってきたと。もうなんかね、目つきが違うよね。本気のプレイで、ダライアスのこの、もうコンパネを握る手が本気ですからね。これもね、見て、ガチだものってもうみんな言ってますけども。ね、まあ、皆さん、ただの若造じゃないのって、オニオンソフトは若造じゃないのって言ってるの、そうですよ。もう全然、10代ですからね、この頃。10代ね。まだ成人してないですからね。うん、コシロ少年っていういろいろね。いや、ということでね、まあこういう頃もありつつ、いろいろな当時曲を作ってたっていうことだと思うんですけども、で今日もねハリアー鳴らしてますから。そうですね。やってることが変わってないじゃないでもまあ今回ね Windows 版出たことで、まあ、いろんな若い人たちにもね、ぜひこういうのを使ってみてもらって、うん、手軽にこう打ってなんか鳴らす楽しみみたいなのを見つけてもらえたら、
小城ファンがきっと若いファンがねいるはずですので、サンプルものだから豊富なんで、うん、なんかいじってるうちに何かできちゃって結構あると思うんですよ、ね、そうなんです、うん、これねびっくりですから、ちょっとあのなんか他のサンプルも鳴らしてみましょうか、うん、どれにしようか、忍び行ってみましょうか、あ、そうですね、忍び、うん、これもねあの皆さんかなりグッとくると思うんですけど、コナミ系でお願い、コナミ系でお願い、コナミ系がない、まあなくもない、これやりましょうか、あどうぞどうぞ、てか実験の音がいい、いやいいっす、じゃあ、うん、あれあれがあれやりましたよ、うん、スラップファイト、スラップファイト、コナミ系ですねこれ、かなり開いてまさにって感じ、音が、スラップファイトっていうあんまりこう知らない方もいると思うんですけど、さっき CM が入ってたね、あの市川さんの、あマインドウェアさん、マインドウェアさんね、うん、あとじゃあ、あのあれお二人しかしたの、あこれやっとかないでちょっととりあえずね、まずこのスキームのね、シャウトダウンっていう曲があるんですけど、適当な名前だな時代だ、はい、じゃあ鳴らしますね、はい、あ今送ってんだこれ、あれなんだ、ちょっと時間かかるけど、うん、スキームに入ってる時、うん、スキーム聞いたことある人は多分、ね、知ってると思いますけど、うん、これをですねダライアス風に変えてみたいと思います、はい、このこれ実はソース入ってますので同梱されてます、はい、鳴らしてみます、はい、これねボスで、ボスが来たって感じだ、これドラムが本体しながらすごいな、音色って言われてましたね、小倉さんフルスラップル感ある、ありますね高木さんの感じ、あー僕めちゃだらやって言われてもね、今日は OK なのかって言われてもね、いやこれ音色ですか、音色ですね、音色別に大丈夫です、風ですからはい、こんな感じで、いや素晴らしいですよこれ、ね、こういうこういう曲がねいっぱい入ってるんで、ぜひとも皆さんでこれを楽しんで、あのクリスマスのねまでのこういろいろなこう日々をね過ごしておけひ吹いたって言われてるんですけどもぜひとも楽しんでいただきたいなというふうに思っております、はい、さあいやもう今日はねちょっとあまりにちょっといろんなことが多くありすぎて濃すぎるなっていう、でも最後はこれで締めたいと思います、神玉トークね、年末神玉フリートークということで、いや OBS ライブでは年末は必ず神玉さんに、はい、あの来年の予言をしてもらって締めるということになってます、ね、予言ですか、 MML の話もしたかったけど、はい、MML なんかあるんですか、 MML、いや最近の、まあ、これだけ小城面白いですよ、なんかあるんですか、いや例えばあの今は音符だけ書いてるけど、最近の MML っていうのは MML を書いて楽譜にしてレンダリングして楽譜にするのとか、はあはあ、はあ、あとチャンネルにあの16進バイナリーをガーって書いてると、うん、それで CMSS 変換して歌ってくれるとかなるほど、歌歌ったらすごいね、その敵をやろうかなと思ったんだけど、とりあえず、毎年やってる話を、あそうです、まずはまず毎年の話です来年2019年のまあこうね、新技術とか世界情勢そういったことをですね毎年聞いてますから、神玉そうですね、時間がないいや大丈夫です大丈夫まだあります、ね、
インターネット系はそんなに新しいものが入ってくるというわけじゃなくて、まだちょっと時間的に例えば HTTP3 とかそういうのはもう、ええ、話に入ってるんですけど、ええ、まだしばらく搭載されない。ウェブアセンブリはだいぶこなれてきたけど、まだツールキットがようやく出始めた段階なんで、ウェブアセンブリってウェブページを超高速で動かすっていう、ウェブ GL とか要するにフラッシュがもう使えなくなってきたんで、それを代わりに今度 WebGL とかそういうもので、そうですよね、それが動くようになったらかなりネイティブに近い。そうなると今 JavaScript で無理やり動かしてますね、サンプリングを動いちゃうような、そのぐらいのスピードが出るんで、そうなるとほとんどエミュレーターを動かすようなと同じレベルでゲームができるんで、かなりのことができるんじゃないかなと。でそれがようやくいろんなものが言語がようやくできつつあるっていう段階なんで、まだもうちょっと時間かかります。まだちょっとね、ベータ的な感じですよね。なんで他にもいろいろあることあるんですけど、ちょっと説明が時間かかるんで。いやいやいや、もっとね、未来の技術飛ばします。夢の技術は明日来年来るのかどうかです。イーロン・マスクは何かをしてくれるのかどうかです。そっちもやりたいな。とりあえずですね、来年面白くなりそうなのが、インテルと AMD の関係ですね。AMD が今7ナノ出してますけど、インテル来年、はい、10ナノ投入してきます。ほうほうほう。ただ単に10ナノ投入してくるんじゃなくて、その今までチップがあってメモリを乗っけて、チップの上にさらにメモリを乗っけてこう積層しているような感じだったんだけど、今度からロジックも乗っけるような形でやってくるんですよ。ほうほうほう。でインテルの最近のサンプルだと、その22ナノと、10ナノと一緒に CPU を一つにして動かして、ワンチップで、そうワンチップで動かすみたいなデモをやってるんですけど、その技術がやってくるとどうなるかっていうと、ロジックの上にロジックを載せられるんで、 AI とか、GPU とかそういうものをどんどん積層できる、縦に、縦に。でしかもその22とか17とかいろんなものがごちゃ混ぜにできて、要するに好きにだから今マザーボードに載ってるものがチップの上に積層されるみたいなこと、そういうこともできる、うん、でバラバラにしたものを乗っけていくんでぶどまりも減ると。ほうほうほう。今まで1枚の上に作んなきゃいけなかったものがいろいろ乗っかってくる。でさらにインテルが、新しい GPU を乗っけてくるんで、お値段どうなるか分かんないですけど、その ICC としての作り方がこう変わってくる。ワンチップの上にいろんなものが乗っかってくるっていう。お、久しぶりにじゃあちょっと新技術で進むっていうこと。 AMD は今全出してますけど、それをさらに進めてきて来るはずなんですが、ただいろんな関係があって PCI 4.0 までいかないんじゃないかな。ただそのな今7ナノで7ナノ量産したいんですけど、今年の12月の頭にオランダのその ASML ってスタッパー7ナノを露光するための技術を持っている会社の工場が燃えちゃったんで、はあ、ちょっと伸びそうだなと。ほう、そんな感じなんで。ほうほう。つまりライゼンを買っときなさいということですか。お値段はライゼンなんですけど、インテルはそういうふうに今だから、10ナノで来るんで、今までより回路が 22% から 27% ぐらい圧縮されてくるんで、いい勝負になるんじゃないかな、お値段以外は。なるほどなるほど。という感じで、CPU は面白くなりそうです。なるほど、さすがこの神玉トークがね、技術トークがね、来てこそこの年末の雰囲気が出てますからね。あとこの放送のちょっと前に発表されたんですけど、はいはい、名古屋大学が、テクノスピーチって会社と一緒に作った AI のシンセがあるんですよ、はい、それがいわゆるボーカロイドなんですけど、鼻歌の、をさせると、そうすると鼻にかかってたような音が消えて、まだラグは結構あるんですけど、割と自然に聞こえるって、アカペラで歌わせると、おお、技術はもうちょっとうまくすれば割と、もうボーカロイドが自然なものになるっていう、そうそうそう、グーグルなんかもやってるんですけど、すね、うん、結構ねいい感じでしたよね、日本語も、うん、いい中国語も、うん、英語も。やばいよ、もうあれはちょっと楽しみだ。やばいですよ、あれはそんな VST で本物の人間かどうかが分かんなくなっちゃうっていう。いや、まだ結構分かりますけど、うんうん、でも少し後ろで歌わせみたいな使い方は結構あるんじゃないかなと。なるほど。
なんかこうね、無茶な歌い方っていうよりも、うん、逆にあのボーカロイドってこうなんか奇抜な歌わせ方が逆にそれが味になってた感じ、うん、そう確かにね、今度はなんか本当にまんまいけちゃうなっていうとなると今度はもう本当のその歌唱力みたいな、うん、歌唱力の高い曲みたいなものが多分なんか出てくるんじゃないかな、うん、頑張ってコーラスものとか作ってほしいと思うんですけどね、うん、いやできると思いますよ、うん、そのうちできるんじゃないかなっていう、すごい興味あるなと思いました、うん、個人的に、うん、なるほど、ということでね、素晴らしい神玉情報、ね、毎年ためになるっていう人もいますから、 あとねビットコインがね、来年上場するって話が入ってきて、あ、ビットコインどうなるんですか、もうだいぶ暴落してる感はあるんですけど、あのビットコインね、あの年末あたりであの ABC っていうのと F ビットのに分かれてですね、はい、喧嘩しちゃったんですよ、ほうほう、であのかなりシェアを奪われて今結構下がってきてるんですけど、ただ来年どうしても上場させたいという意向があって、いや仮想通貨はまだ買うべきなんですか、どうなんですか、いや今やったら全然儲かんない、儲かんない儲かんないけど、アナリストの神様が言ってますよ、はい、今あの今最高のあのなんていうのかな、グラフィックボードを使っても、うん、ほぼ儲からない、うん、ああもうマイニングでは儲からない、儲からない、はい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 、ただ技術的な視野で見ると結構あの新しいのが入ってきてるんで、あ来年の動向次第で、金が入ってき次第で、うん、もっと新しいものが出てくるんじゃないかっていう。なるほど。イーサリアムが結構その辺ではあの一つ頭と上抜けてきた感じなんで。じゃあまだ何かあるかもしれないという。ない。化けるかもしれない。化けるかもしれない。ただあのそこにつぎ込むのはやめといた方がいい。そんな感じです。素晴らしい神玉情報ありがとうございました。さあということで時間も押して待っているので、ここで、放送局からのおさらいを一回しておきたいと思うんですけども、プレゼントコーナーのおさらいを軽くしておきたいと思います。こちらがプレゼント送り先ですね、ここかな鬼玉 .tv/PR の方まで、応募フォームがありますので、こちらにメールアドレスと、希望のコース、あとはまあ番組の感想なども合わせて、あ、CD が遠くに行っちゃってますけども、ここにあります、ストリートオブレイジ2ベアナクル2コースか、高橋名人の大冒険島、そして小城ユーザーアーリーコレクション、さらにミスティブルー、そして湾岸ミッドナイト、マキシマムチューブ、これだけは一部なんですね、これで一部、他は二部ありますから、こちらはねサイン入りで小城ゆぞさんの素晴らしい作品、手に入りますので、もう今なかなか手に入らない CD 多いんで、ぜひとも応募していただきたい。これは関係ないですね。これは関係ないです。これは今売り出し中の、あの小城ゆぞアーリーコレクションボックス、ほぼ全てが入っているというですね、驚きのボックス、こちらも初期のボツになったものとかね、それを言っとかないと、ほぼ全てって言っちゃう、そう、ほぼ全てっていうのはボツになったものも全てっていう曲が途中で切れてるのも全てっていう驚きの CD ですよね、はい、ということで、放送局の方は、来年もまた、1月に、放送したいと思いますんで、楽しみにまた見ていただければなと思っております。あれ、うん、めっちゃライブが溜まってますか、めっちゃライブが溜まってます、来年のスケジュールはいろいろ調整をしないといけなくなる、月末に、リスアニが金土日、リスアニセンちゃん情報がいっぱい今来てますよ、さらに28日の月曜日、つまりここはもう金土日月が全部武道館、そう1月はもう金土日が全部埋まってるという、いや月末ね、はい、しかも28日はミルキーホームズのラストライブ、ミルキーホームズまで行くんですね、これは行かないとこれはやばいんです素晴らしいですよね。31日の木曜日の夜が空いてますね、31日かもしれませんこれ、 これ31日のかなり濃厚です、次の OBS ライブぜひとも、ね、楽しみにしていただきたいなというふうに思ってます。そして、年末にコミケありますね、コミックマーケット、オニオンソフトも出ますんで、ぜひともですね来る方、お寄りください。30日東の都の14の A というところにいますんで、同人ソフトのブースでね、OBS の DVD とかいろんなものが多分
マジャベンチャーのカレンダーとかも多分あると思いますので、お寄りいただければというふうに思っております。あ、なんか応募できるコース名を教えてください。コース名はもう CD のタイトルで大丈夫ですよ。この高橋名人コースか、分かればいいですよね。そう、アーリーコレクションコースか、ミスティーブルーコースか、ベアナックルツーコースか、湾岸ミッドナイトコースかという感じで、もう何でも書いてください。あるいはもう CD 遅れコースだとどれかが抽選で当たる可能性になります。ということでいろいろやってきましたけども、最後に小城雄三さんからいろいろな告知お知らせなどもしてもらおうと思うんですけど、でもこれ最新 CD ですよね。これ最新 CD、 もう出たばっかり、はい、割と、はい、この辺も皆さんぜひとも当たらなかったら買って聞いていただきたいところだと思うんですけど、他に何かこう最近でイベント情報とか何かやるよっていう、うちの社で作っている、守ってないとの続編というか、はい、それと、新作 RPG の、予告されてますね、はい、のはありますけど、あとはそうだな、そうだな、あったかな。あ、そう、あ、でもダメだ。ダメだ。一応、あ、でも大丈夫かな。皆さんご存知だと思いますけど、スマブラで2曲ほどアレンジしてすま、さっき出たね、スマブラの、はい、ガイルと、ね、ガイルの曲と、これがナオアデバです、ね、これがもう最高ですからね、はいはい、スプラトゥーンのです、ね、告知って、任天堂さん必ずチェックをしなきゃいけない。ああそうです、そうです、そうです、だからテキストで出すときはチェックを通さなきゃいけないので、まあ今はまあ普通にこうトークですから、まあまあこれをやりましたっていうだけちょっと言わせてもらう感じで、はい、もういろんな最新の曲もいろいろやってますので、はい、そちらもぜひね注目していってもらえて、まあ、その他はちょっとまだいろいろまだ言えない、今もきっといろいろ仕込んでると思いますんでね、ぜひ、はい、ともね皆さん楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。ということで神玉は別に告知はないんですよね。来年もまた神玉のね予言を楽しみに待っていきたいと思いますので、今日はですね最後までこれ番組見ていただいてありがとうございました。守ってない人のためにスイッチ買いますって人いますからね、ありがとうございます。今日のね最初に出てきたこちらのミューコム88 Windows もぜひとも皆さんでね、はい、末永くちょっと楽しんでもらえればなと思いますね。これから先またいろいろね情報も出していくと思いますんでね、注目していってもらえればなというふうに思っております。あ、今ようやくテロップがあれかもう出終わってる頃かな、大丈夫かな。はい、ということで最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。小城くんもねまたぜひとも、はい、放送の方に、はい、来てもらえれば、神また何かの時に、はいはい、ともども来てもらえればと思いますんで、はい、また今回今年これが最後ということなんでね、また来年お会いできればと思います。良いお年をということで、それではまた次回まで、さよなら。